コペーハーちゃん、今日はパパがチョコボール、新発売のチョコボール買ってきました。はい、ちょっとだけ解説させて。このチョコボールはなんと金のエンゼルが出るとキョロちゃんのおもちゃがもらえます。はい、金のエンゼルみんな出してね。いっぱい入ってる？うん、あ、チョコボール自体はいっぱい入ってるよ。問題は金のエンゼルは蓋のとこにあります。じゃ金のエンゼル出るかな。中身にある。あ、中身じゃないんだね。お、それね、火星。ここに金のエンゼルがある場合はここにあります。エンゼルがいるかも。反対側も見てみてね。エンゼルって何？エンゼル、あ、知らない、コペ。うん、ねえねえ、あのさ、金ってさ、前ないです。エンゼルどっち？ここのね、蓋の横にいるの。あの、ここの、いや、いなかったらいないってこと？いなかったら外れでございました。ごめんね。いや、パパ、よく見ておいてよ。よく見ておいてね。これ開けないと見えないんです。いや、パパ、これは？ん？見せて。あ、全部ドバって出しちゃって。コペもある。でも、あなた、一歩違う色がある。ないです。これなんかね、ちょっと面白い惑星チョコボールらしくて。味どんな味？おいしい？おい、パパ、ちょっとお皿持ってきて。ああ、はいはいはい。ちょっと待って、レジャー遊んでるよ。はい、母ちゃん、お皿持ってきました。惑星チョコボール。おいしそう。これ何味？火星風です。火星のチョコレート。え、ダメ？でも、おいしい。よかったよかった。よかったです。でも味はね、実際の火星の味なの？いや、見た目がね、火星らしいよ、これ。見た目が火星です、うん、火星ってこんなにちっちゃいんだ。いや、実際火星大きいけど。1個ちょうだい。ということでした。